皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら、Pixel 5A のね、レビューになります。まあ、こいつをですね、メイン機として使って1週間経ちましたんで、まあ、結構ね、情報を、まあ、集めることができました。で、今日の動画はですね、8つのカテゴリー別に、まあ、いつも通りですね、評価を、まあ、まとめまして、まあ、そしてですね、まあ、皆さん気になるであろうえ内容の熱問題についてもですね、結構時間を割いて、まあ、動画をね、作ろうかなと思うので、いつもよりレビュー動画長くなると思います。で、最後は でますそれではです、ね、まずは8つのカテゴリー別について話していきたいと思いますまずはねいつも通りカメラから見ていきますが Pixel 5A の特徴としましては若干ですね感触系によるかなという印象もまああるんですけれども基本的には自然な色味に近くて、まあ、目で見た感じの写真っていうのを撮ることが多いです。 で、それにね、HDR の性能っていうのも非常にいいですし、露出もですね、おおよそ適正露出で撮ってくれるってことが、まあほとんどなんで、何もせずにですね、オートモードで非常にレベルの高い写真っていうのが撮れます。 でね、隣のピクセル 4A 5G の写真と見比べてみてもですね、ほとんど同じような写真かと思うんですけれども、まあ実はね、Pixel 5A にはスペクトルセンサーとフリッカーセンサーというですね、この2つのセンサーが搭載されていないんですね。で、4A 5G にはこの2つのセンサーがあります。で、特にこのスペクトルセンサーっていうのが 5A にはないので、 4A5G ほどですね、あの、色温度などを正確に測りきれていないんですね。なので、若干ですね、空の色っていうのが濃く映っていたりしますし、日陰のようなですね、ちょっと難しい条件になると、かなり青っぽく撮影しますんで、少なからずともですね、センサーが欠如しているっていう影響は出てきております。 では次にね、夜の写真になるんですが、ナイトモードの性能はね、まあ相変わらずいい意味で変わらないですね。普通にですね、暗いところの撮影っていうのは何の問題もなく非常にレベルの高いナイトモード撮影っていうのができます。あとね、ランプの撮影も黄色くなっているんですけれども、実際にですね、このランプっていうのは黄色っぽい光ですので、これはですね、4A、5G よりかはいい結果になっていますね。 ただね残念ながらピクセルのナイトモードっていうのは全てのモデルに共通して電飾看板の撮影にめちゃくちゃ苦労します、まあ、この辺はですねそろそろこう対応していかないとですね他のメーカーに遅れを取る一因になってきそうですね で次にね、動画についてですが、まあ、ピクセルシリーズっていうのは本当にね、ミッドレンジでもズバ抜けて動画性能高いんで、もう 1080p は飛ばして 4K30fps から見ていくんですが、これもですね、十分手ブレ補正効いておりまして、ミッドレンジとしてですね、もう 4K 撮影でも本当に普通にいい動画が撮れてしまうっていうのは、さすがね、ピクセルという一言につきます。 しかしですね、これが 4K60fps になると、やはりですね、負荷がものすごくかかるんで、挙動がね、乱れてしまいますし、思うような撮影っていうのがね、全然できません。で、加えて30度を超えるですね、炎天下で撮影していましたんで、本体がですね、本当に高温になって警告もね、出ていましたし、4K60fps だと、やっぱり両者ともにですね、撮影後40秒以内でシャットダウンしてしまいました。 はい。以上がですね、カメラ性能の全体的な印象なんですけれども、まあ、カメラ性能はね、今年のミッドレンジでは間違いなく最高クラスと言って問題ないでしょう。まあ、おそらくですね、多くの方がそうなるんじゃないかなというふうに予想はねしていたでしょうけれども、まあ、その期待をですね、裏切ることはないので、まあ、信頼性はね、あの、未だにちゃんと厚いです。 ただね、先ほども言いましたが、比較対象にした Pixel 4A 5G の方がですね、まあ、微妙なところでより正確な色を表現できているので、まあ、この辺はですね、やっぱりスペクトルセンサーなどが欠如しているっていう影響は少なからずあります。まあ、それでもですね、今年のミッドレンジの中ではトップの、ね、カメラパフォーマンスじゃないかなと私はね、本当にそう思っています。 では次にね、バッテリーに関してですが、これね、4680mAh ありまして、もうね、めちゃくちゃバッテリーライフ持ちます。まあ私の使い方であれば普通にですね、まあ普段使いで2日弱ほど、まあ確実に持つので、もう1日でですね、使い切るっていうことは私にとっては不可能なぐらい、本当にそれくらいですね、バッテリーライフすごいので、この辺はね、かなりいいです。 で、次にね、話したいのは、スピーカーに関してですね。まあ、これね、開封動画を見ていただければ、スピーカーの音もね、確認できるようにしていますし、まあ、開封動画にもね、これ言ったんですけれども、確実にですね、スピーカーは、ミッドレンジスマホの中では、トップ3にもね、絶対に入ってくる実力あります。で、音の特徴としては、まあ、中低音を、ま、少しね、重きを置いた感じで、それでいてですね、高音も、ま、まずまず出ているんで、本当にですね、あの、ミッドレンジスマホの中では、もう本当に1 あらそうぐらいスピーカーはいいですねでさらにイヤホンジャックもついているのでこの辺もねグッドポイントなんでオーディオ周りはね非常にレベル高いですまあただですね唯一注意点を一つねこうマイナスポイント上げておくとちょっとですねこう音を鳴らしている時に筐体が響きすぎるんで、まあ、バイブレーションが少し目立つかなっていうのがどうしてもありますけれどもそれ以外はねほぼ完璧と言っていいでしょう では次にね、その他の細かい点についてね、もう早めにね、ここで話しておきたいんですが、これね、先ほど言ったようにイヤホンジャックがついていますし、防塵防水も IP67、そしてフェリカにも対応とですね、まあミッドレンジでこの3つの機能を兼ね備えているっていうのはですね、本当に大きく評価していいと思いますし、やっぱりですね、ピクセルっていうのはですね、大きなパフォーマンスですよね。カメラとかバッテリーとかスピーカーなどの、そういった主要なパフォーマンスがめちゃくちゃね、こう最高クラスにあった上で、さらに 細かい点もこのようにですね、IP67 とかあるので、細かい点もケアできているっていうのは非常に大きな点に入ってきます。 ただね、やっぱり今まで使えていたピクセルの特権であるですね、Google フォト無制限仕様っていうのが、まあ、この端末から使えなくなっているので、ま、あこの辺はですね、他の方法を、ま、見つけ出さないといけないんですね。まあ、残念ながらですね、こいつ SD カード使えないんで、まあ、私はですね、今後 Amazon プライム会員の人であれば、あの、Amazon フォトっていうのをですね、あの、無制限でそこで使えるので、まあ、今後はですね、そちらにこう移行していくしかないかなというふうに見ています。 まあそれでもですね、その他の細かい点というのは比較的ですね、ミッドレンジの中ではかなり豊富な部類に入ると思います。ではここからはね、簡潔に話していきますが、ディスプレイはですね、6.34インチでフレジリープラスのオーレッドディスプレイですけれども、画質はですね、上々なんですが、 輝度ですね。明るさっていうのが、まあ、ちょっとね、不満です。あの、真夏の太陽のもとでですね、使っていた時はですね、まあ、暗すぎて見えないということではないんですけれども、やっぱりですね、もうちょっと明るければなっていうふうに思いましたし、あの、昨年のですね、Pixel 4A 5G との、あの、隣り合わせで見ていましたけれども、やっぱり画面の明るさで昨年のものとほとんど変わっていないので、ちょっとね、もうちょっとレベルアップは必要かなと思いますし、さらにね、もう一点不満を上げるとすると、 リラガラス3なのでやっぱりですねあの強度画面のガラスの強度が弱いっていうのも少し残念なのでまあ、ディスプレイは厳しめに評価してですね私はねちょっと不満が残っています で、次にね、処理能力に関してですね、これがスナップドラゴン 765G で、ラムがね、6GB ということで、まあ、これはね、前にも言いましたが、2021年のミッドレンジスマホとしては、まあ、ちょっとね、あの、しょぼいと思います。あの、少し残念かなと思いますが、一応ですね、ゲームしなければ、あの普段使いで困るっていうことはありません。あの、サクサク動きますんで、あの、ゲーマーだけはね、注意した方がいいと、ここでね、また言っておきたいと思います。 で、次にね、OS に関してですけれども、これはですね、もうピクセルの最大の強みですね。まあ、最低ですね、3年間の OS のアップデートありまして、2024年の8月までこいつはね、あの、少なくとも最新の OS を常に使うことができますし、まあ、OS の完成度もですね、やっぱりピカイチですよ。軽快で、正確で、無駄が少ないし、アプリも少ないし、スムーズで、 本当にですね、あの、OS に関しては文句などあるはずもないんですね。で、さらにいい点がね、付け加えられて、これ Pixel 5A になってからですね、通知が早くなったんですね。今まで Pixel って通知がね、変に遅かったんですけれども、まあ、iPhone と同じぐらいですね、通知良くなったので、これは良かったと思います。 では次にね、価格なんですけれども、これがね、51,700円の税込み価格ですけれども、これはですね、私は本当に適正価格だと思います。で、マニア層が言う適正価格っていうのはですね、まあめっちゃコスパいいっていう部類に入ります。で、あの、めんどくさくてごめんね。で、あの本当にね、この51,700円で最高峰フラグシップ 金並みのね、カメラ性能があって、バッテリーライフもめちゃくちゃいいし、OS の心配もゼロだし、スピーカーもね、かなりいいです。で、さらに IP67 あるし、フェリカもあるということで、 正直ね、これ以上何を望むっていうぐらいのものがね、本当にこれ入っています。で、じゃあデザイン変わり映えしないから、俺は好きじゃないよとかね、そういうね、文句言うやつもね、いるのはわかるんだけれども、じゃあそういうやつに言いたいのは、お前はですね、これね、デザイン変更して製造コスト上がって、じゃあ価格も上がってですね、お前それ値段上がってどういうねんと、買うんか。 そういうやつはですね、大体ね、あの何を言ってもね、文句言うんですよ。あの制約があるミッドレンジの中で、これだけちゃんとしっかりしたものを積んでるっていうのは、本当にですね、Pixel 5A っていうのはかなり優秀な端末ですよ。 まあ以上がですね、8つのカテゴリー別のかなりね、評価の高い内容になるんですけれども、ここからですね、本当に最大の厄介者、発熱問題について時間をね、かなり割きたいと思います。まあ残念ながらですね、Google のハードウェアの製造の良さっていうのが、まあまたまたね、露呈したというふうに個人的にはね、思いますよ。まあいつもね、パーフェクトにいかないっていうのがピクセルなんですね。 で、発熱問題に関してですね。まあ、これね、あの、確かに他のスマホよりもですね、残念ながら少し発熱しやすいと思います。まあ、ただですね、海外のメディアで 4K60fps の動画をですね、こう、室内で撮っていて、3分で止まるっていうことは私の端末ではね、なかったんですね。私の端末で室温28度で 4K60fps で撮りましたけれども、まあ、7分経ってもですね、問題なく撮れていました。で、これね、2回目の撮影で、前もですね、 8分以上録画することができたんですけれども、まあ、もしかしたらですね、これ個別の端末にこう差があるのかもしれません。私はね運がいいだけだったかもしれません。ただねそれでもですよ、あのねカメラ撮影ね外で屋外でしていた時に、まあ何度もですね発熱の警告っていうのは出てきました。まあ、ただですね環境っていうのがですね真夏の32度以上の炎天下で撮影していましたから、まあその辺のねこう警告が出ても仕方がないかなとは思います。 で、その時に他のね、端末どうだったんだっていう話をすると、まずね、Pixel 4A 5G に関しては、撮影中ですね、まあ、何度も同じような警告がね、あの、同じような頻度で出ていましたし、さらにですね、i a o m i の Mii 11ライトもですね、カメラ撮影中に何度も、あの、発熱のね、警告、こいつも出ていました。やっぱりそれくらい厳しい環境で、しかも、まあ、カメラの撮影してる ことも加えてですね、本体かなり熱くなってしまうんですね。なので特別 5A だけがそういう警告が出るっていうことではないんですよ。 しかしですね、まあ、それでも私はね、ちょっと思うのは、ピクセル 5A っていうのは、他の端末よりもですね、発熱は正直しやすい方かなと思います。あの、それだけのこう、環境の差を、まあ、考えたとしても、あの、同じようなですね、夜、えー、カメラ撮影していてですよ、まあ、もっとね、温度が低くなっている時でも、他の端末よりも、ほんのりですね、5A の方が、 あったかくなることが多かったんですよ。なので、発熱がしやすいっていうのはやっぱり事実だと思います。まあ、この件に関してはですね、Google も公式にまあ調査するというふうに話しているんで、まあ、一応ですね、私が言えるのは初期ロットは少し購入を控えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。 で、まあ、個人的にはですね、昨年の Pixel 4A の方が実はですね、あの、発熱はね、もっとこの端末よりもひどかったっていう風に記憶していますし、特にですね、今年に入ってもですね、発熱問題ね、こいつだけじゃなくて、サムスンの Galaxy S21 の時もですね、まあ、実はね、私のレビューとかでは話してないんだけれども、カメラの使用中とかね、結構熱くなってたんですよ。なので、Pixel を私がかばうわけではないんだけれども、他の端末もですね、意外とね、 今年発熱しているということは言っておきますね。 いや最後はね、どんな人におすすめするのかっていう話をすると、まあ、Pixel5A というのはですね、ミッドレンジスマホのまあ予算の中で、総合力の高いスマホを求めてるユーザーであれば、まあ、僕はですね、万人におすすめできると本当に思います。まあ、スマホでめちゃくちゃ重要なカメラ性能であったり、バッテリーライフですね、OS のその完成度の高さとか、サポート期間の長さという長い目で見ても、そしてまあスピーカーの質もいいですし、細かい点もですね、フェリカ、 対応ししていますしえ防水にもなりましたなので、本当にですね総合力っていうのはめちゃくちゃ高いですし、さらにまあ5万円ちょっとで買えるというですねコストパフォーマンスの高さもあります。まあ、残念ながらですね、あの発熱問題っていうのがまあ浮上しちゃって、 ちょっとね、初期ロットは本当に見送った方がいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ少しですね、Google が対応するまで、まあ、待った方が少しいいのかもしれないというふうには思うんですけれども、それでもですね、あの、私は十分にお勧めできる端末の一台だと、本当に、本当にそう思います。 ま以上がですね、Pixel 5A のね、レビューになるんですけれども、まあね、当初思ってたほどの完璧さっていうのはないんですけれども、まあそれでもですね、自信を持って私はね、万人にお勧めできる一台かなというふうに思っております。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。